露光橋事件。それは数発の銃声から全てが始まった。今回は皆様に日中全面戦争勃発への発端となった事件、露光橋事件をご紹介しよう。露光橋、それは北京の西南およそ6キロの永定河にかかる石造りの橋である。その東側に日本軍の演習場が広がっていた。砲撃用意、撃てー。7月7日夜、一木少佐の第8中隊は夜間訓練のため包帯の兵営を出発。遠兵検場の地域で夜間演習を行っていた。夜の10時半を過ぎた頃、訓練を終え集結している時、何事だ、銃声。突然竜王廟方面から数発の実弾射撃が響いた。小隊を駆挙して応戦準備を整えよ。そんな最中、兵一名が行方不明でありますとの報告を受ける。何、中国軍によって連れ去られたやもしれん。午前0時、事の顛末が清水大尉より一木にもたらされ、さらに北京の牟田口連隊長へと報告された。報告を受けた牟田口は、兵一名行方不明が非常に気がかりだ。熟考の末、一木大隊の出動は承認する。しかし攻撃は一切認めん。一文字山に部隊を集結させた。その後、森田徹中佐を現地に交渉役として派遣した。この行方不明とされた兵士の行動がこの事件の発端となった。この兵士は20分後には部隊に復帰した。それは養便のために離れたという理由であった。7月7日深夜、森田は現地に赴き、事件の拡大防止に努め、戦闘防止のための交渉に当たっていた。この段階ではまだ双方怪我人もなく、特に大きな紛争の起こることはなかった。しかし8日午前3時、一文字山に集結した第3団体は、またか、3発の銃声を聞いた。一木は直ちに牟田口に電話で報告。報告を受けた牟田口は、一度ならず二度までも。銃撃は異常事態と判断し、速やかに攻撃を開始せよ、戦闘開始の命令を下した。命令を受けた一木は午前5時、ついに、こうなったら一触即発だ、攻撃を開始。撃て、突撃。この戦闘で双方に戦死者、怪我人が多数発生。戦闘の火蓋が切られた。結果としてこの命令が日中戦争の引き金を引くこととなった。一方では事態収拾の努力が続けられた。現場では寺平、桜井らによる中国側との交渉が続けられた。また北平では松井、今井が新徳順と治安維持に関して話し合い、天津では参謀長、橋本軍少将が市長、張自忠と交渉を行っていた。その結果、9日午前2時、ようやく協議が成立。次の3項を取り決め、両軍ともに停戦の命令が出された。1、双方の射撃停止。2、日本軍は包帯へ、中国軍は永定河右岸へ撤退。3、衛兵検上は中国保安隊に担任させる。露光橋での軍事衝突の知らせを聞いた満州国の関東軍司令部は、ついに酔っぱちまったかと膝を叩いた。ソ連の国内事情なら、ここで艦内に部隊を展開してもソ連からの侵攻は考えにくい。この際中国に一撃を加えようではないか。関東軍はここ数年来、河北地方の戦略については強硬論を主張していた。これは関東軍にとっていい機会でもあったのだ。一方、東京の陸軍中央部がこの事件の一報を受けたのは事件発生の翌朝であった。陸軍省軍務課長は電話で、厄介なことが起こったな。一方、第三課長は、愉快なことが起こったね。この時
陸軍省と参謀本部では2つの空気があった。一方は早急に事件を解決しようとする不拡大派。不拡大派は参謀本部第一部長の石原幹事や同戦争指導課、陸軍省、軍務課などが中心であった。その主張は石原の東亜連盟論を基盤にしており、満州国の安定と中国国内の安定が第一であり、それがソ連の南下を阻止する最良の方法とする考え方であった。もう一方はこの機会に中国に一撃を加え、中国における日本の支配を強力なものにするという拡大派であった。陸軍省軍事課、参謀本部品川が中心で、中国軍の力量を過小評価した考え方が支配的な一撃撃退論者が主流を占めていた。現地では引き続き今井や森田が中国政府との粘り強い交渉を行った。中国が日本の要求を承認すれば、日本軍は調印と同時に盧溝橋周辺から自発的に撤兵することを約束します。承知した、穏便に頼むよ。中国側はこの条件を受け入れた。その後現地調印が行われ、事態は収束、局地解決へと前進した。こうして現地で解決に向かって動き始めたちょうどその時、国内では近衛内閣が華北への三個師団派兵を決定。戦争拡大への道を歩み始めていた。この派兵決定は陸軍中央部の強硬派、つまり拡大派が主導した結果であった。時を同じくして中国中央軍の一部が華北へ北上とのこと。これはいかんという不穏な情報が寄せられるようになる。ついには中央四個師全飛行隊に蒋介石進撃令を下す。こうした情報に石原などの不拡大派も、作戦部長としての職責上、支那駐屯軍と華北居留民の危険を目視できない、不本意ではあるが派兵は致し方ない、矛盾する派兵を決断。不拡大路線が後退していった。この頃までの両派の力関係は石原を中心とする不拡大派が主流であった。海軍の方でも石原の国防方針に同調しており、日中紛争の不拡大を強く望んでいた。この時政府及び陸軍中央部、現地軍の歩みはバラバラであった。7月11日の華北派兵について各紙トップで報じた。対し停戦協定成立の記事は一部の新聞が小さく報じたのみであった。その記事を押さえたのは、国民の世論など新聞一つで変えられる、それほど無知なのだ。陸軍省新聞班であった。それ以降は一部不拡大論も語られるが、大きな流れは拡大派に傾いた。政界、財界、マスコミも日中戦争への道を選択した。ついには一般国民も、横暴な中国を懲らしめよ、日本の力を見せつけ中国を黙らせろ、暴支王朝と日清日露戦争以来の中国の力を過小評価する論調が体制を占めていった。そして近衛文麿は盧溝橋事件を中国の計画的武力行使として20万の大軍を中国に派遣。これに対し内戦状態であった中国は、国民政府軍の蒋介石と共産党の毛沢東が手を組んで日本と徹底的に交戦することを発表した。そして1937年8月、日本はついに中国に全面的侵攻を開始。ついに日中戦争が始まった。これは8年間という泥沼的な戦いとなった。